抜けるような青空が広がっています。愛知県豊田市豊田スタジアムです。第4節延期のために2週間ぶりのリーグ戦となりました名古屋グランパス。今日迎えるのはヴィッセル神戸です。2010Jリーグディビジョン1第5節、トヨタスタジアムから名古屋グランパスとヴィッセル神戸の一戦もお楽しみいただきます。ご覧のように青空が広がっています。ただ気温は 12.3 度、湿度 32%、 ピッチサイドに降りてみますと少し肌寒くも感じます。では両チームの今日のスターティングラインナップです。まずホームのグランパス、ゴールキーパーが日本代表の奈良崎、最終ラインは田中葉山、田中マルクス、トゥーリオ、マスカワ、サントス、アレサンドロ、中盤のアンカーに中村直し、前目インサイドハーフに小川とブルザノビッチ、最前線ケネディ、そしてワイドに金崎、マギヌンという布陣です。指揮を取るのはドラガン・ストイコビッチ監督です。グランパスの控えメンバーです。キーパーの西村愛佳、千代丹田、阿部、吉村、ダニルソン、そして玉田、牧と入ります。玉田は少し足首の痛みを抱えていると。そうですね、はい、まあ、無理をさせなかったって感じですけどもね、はい、ご覧のような控えメンバーになります。そして一方のヴィッセル神戸です。ゴールキーパーが榎本、清水、北本、甲本、左サイドに本来フォワードの茂木、2試合連続の左のサイドハーフです。中盤のセンターに田中と松岡、ボッティは今シーズン初スタメン、左が新加入のポポ、前線には吉田と徳良の2トップコンビです。大久保なんですが左膝を痛めています。前節は強行出場しましたが、ご覧のように控えにも入ることができませんでした。その他ディフェンス左サイドの小林、中盤のエジミューソン、この辺りはいずれも間もなく復帰できそうだということです。控えメンバーには35番の永井、この人は福岡大学在籍のまだ4年生なんですが、特別指定選手で神戸在籍。そうですね、まあ、Jリーグのチーム、まあ、かなりの数のチームが彼を狙ってるっていう感じですけどもね、はい、11のクラブが興味を示していると言われています。50メートルは5秒8という非常にスピードのある。前半がスタートしました。ホームのグランパス左エンド、アウェーのヴィッセルは白に黒のパンツです。まず長いボールを最前線徳良へ、徳良、吉田の2トップです。遠目から左足で狙いました。一番遠いサイドにケネディ、巻いて中に入ってきます。セカンドボールは遠目から中村のボレー、こぼれ球金崎、オフサイドありません。切り返して柔らかいボールが入ってきた、トゥーリオへ、そしてボレーシュート、ワンタッチやってコーナーキック、最後はマギヌン。小川、吉住から最前線のケネディ、田中秀雄、まあ、あとはこの今ケネディのところどれだけ抑えられるかでしょうね、はい、抜けてトグラサイドから自分で運んでループシュートに行きます。2試合連続のスタメンになりましたトグラです。ポポ並みにパンチ力があると。そうですね、代表でもやれるんじゃないかっていう、あ、これはチャンスですね。マギヌンからセンター小川へ、いやディフェンス頑張りましたね。ボッティからディフェンスラインの背後、吉田を狙う、これは繋がりそうだ、シュートへ。川本さん言われたディフェンスラインの背後を神戸は狙ってますね。そうですね、はい、ま、名古屋のこの2センターバック、間違いなくあの代表級の選手なんですけど、前には強いですけどね、やはりどうしても背後っていうのはちょっともろさを見せますからね、ま、これまで右の中村カットして、これはホイッスルありません。松岡、前には吉田がいる、ボッティも呼んでいる、ミドルシュートだ。遠目から思い切って狙ってきました松岡。ゲームに近かった F マリノス戦はこの人のフリーキックで勝ち点1を取りました。ホイッスルになってグランパスボール。これケネディを3度に行ったんですが、そうですね、河本選手がまあ遅れて行ってしまいましたからね、はい、松岡選手が勝ってましたけども ね、まあ、今日の試合両チームにとってもこういうセットプレーというのは一つのポイントでしょうね、はい、両チームともスペシャリストいますからね。
主審の岡田さんが声をかけてもポポは従いませんでした。イエローカードが出ています。ブルザノビッチ直接先制、名古屋グランパス。いや強烈でしたね。すぐにベンチのストイコビッチ監督の元に行きました。先制グランパス、強烈なミドルシュートでした。今シーズンはあのジュビロ戦のロングシュート以来、2点目、 J1 では通算5ゴール目になります。左に曲がっていくかと思いながらまっすぐ行きましたね。ボールですと大体浮いていくんですけどね、去年の7月末に加わったブルザノビッチです。ね、サイドチェンジ、右から金崎シュートだ。金崎選手は先日のナビスコカップ決定的なのに2つ外してましたからね。三浦監督、まあおそらく前半はとにかくゼロで行こうという感じでいたと思うんですけどね、はい、止めた田中ハイマにイエローカードが出ます。田中ハイマはこれがシーズン1枚目のイエローカード、累積4枚で次のゲームが出場停止になります。蹴るのはポポ、ハイボール、これは戻りオフサイドはないか。ボレーシュート、クロスバーの上でした。徳良、ラインコントロールするにはちょっと難しいボールでした ね。ちょっと上体を倒す時間がなかったですね。上体が立ってしまいましたからね、松岡、吉田、一旦下げてもう一度松岡から左サイド、ポポ中へ、サポートは田中秀夫、茂木から一旦下げてポポ、逆サイドに徳良がいる、その前だ、流れてるヘディング、流れたボールに徳良、抑えきれなかったですね。左サイドポポから、ここでワンクッションあって、最後に徳良、週明けに代表メンバー20人が集合します。トゥーリオから貯めてマギヌン、サイドにオーバーラップ、ケネディ、先ほどのケネディ、マギヌンが貯めて最後フィニッシュ、ケネディというところ、すぐにリスタート、ボッティと田中秀夫、スライディングタックル、うっとファールを取る、飛び込んだのが中村直史でしたが神戸ボールに変わります。すぐにリスタート、右の石光、速いボールが入って流れてくる、吉田はボレーシュート、すぐに今中村直史が主審の岡田さんのところに行きました。石光からいいボールでしたけど ね。まあ、徳良選手がうまく潰れてこぼれをシュートだったんですけどね、はい、グランパスボール、スピードに乗ってサントス・アレサンドロ、早めにクロスは北本、河本拾う、ボレーシュートはジャストミートできません。最後は金崎ムー、器用すぎるんですよね。普通あの高さはあのシュート打てないんですけどもね、彼非常に柔らかいですからね。カットして田中ハイマー、ブルザノビッチ、サイドを変えます、サントス・アレサンドロ、高速クロス、ケネディ、サントスからケネディへ、
や、ほとんどフリーでしたけどもね。ポポが行くようです。壁が近いんじゃないかと主審の岡田さんにアピールをしています。距離はありますけども直接はありますね。あ、狙ってきた。直接だったですね。ここはサントスが蹴りに行きます。あ、素早くリスタート。金崎シュートだ。正面。いや、これは差つきました。そうですね、決定的でしたね。神戸はこれ助かりましたね、はい。まあ、完全にゆっくりセットしてサントスがマスカワやトゥーリを使ってくるんじゃないかと。その逆を狙いましたが、唐崎のシュートは正面に終わりました。さて